はいこちら、えー、バンダイ、えー、ここやな、未来警察、浦島、はい、これはよく見たでって言われるタイプのやつで、えーえーねえー、マグナビートル、はい、えー、なんでマグナビートルなん、いやいや、あの、1話やったかな、あ今、アマゾンとか、やらしいな、あの、1話だけ配信してんねんな、ただで。 でこれは、浦島竜やったかな乗ってた、あのーえー、ビートルで。ビートル乗ってて、えー、タイムスリップした時に、その車を改造して使ったのが、このマグナビートル。ね。で、このね、未来警察浦島、バンダイから売ってんねんけど、ちょっと変わった仕様になってまして、えー、まずは、 えー、マグナビートルがこの廉価版300円これはね、あのー、プルバックで走るんですけどその上がいきなり、えー、リモコンで最後5000なんもで、えー、出来上がったやつが売ってたのこの 3, 3種類だけマグナビートルであとはあのー、何シリーズでこれそうやな 懐かしいなこっちこっちこそ最近見なくなったけど、えー、マグナポリスアカデミアスポイラーっていうのがまあこのスポイラーとアカデミアは普通の車なんですけどこのマグナポリスっていうのがあ移動基地みたいなやつになってんだけどねうんっていうところもうもはや見ないね見ないうんあの僕んとこ来たらいくらでも見してあげんで <laughs> 10個でも20個でも見せてあげるんだよ、これ。こんな感じで。窓枠がシールになってまして。これで300円やねん。たぶんこのゼンマイ、プルバックゼンマイが、えー、コストのほとんどを持っていってる。それと、まあ、あの、普通のね、えー、プルバックゼンマイと比べて、これは、タツのコプロやったかな。 もうこのえた、ー、つのこプロにあの著作権入れな払ってるからじゃないかと思われますこれはこれ,これはね通合上こっちに入るとかなマグナビートルあええー、なーと思う人いてるやろこれねたまに言われんねやんか どう,どうしたらいいなあ持っててとかたくさん持ってていいなあとかって言われるんねけどねたくさん持ってたからって言ってねここにあのーえー、ステータスはないよ、うん、別になかっても生きていけるからな <laughs>